ペシャリストとは、ある特定分野の専門、特殊技能を持つ専門家。岡山の隠れた名人を発掘するハレマチスペシャリスト。今回紹介するのはハチ取りのスペシャリスト。このスズメバチの種類ごとにやっぱ性格、習性、生態ってやっぱ違うので、でそのハチに人間が合わせるといいますか、ちゃんと知って上手に付き合うってことができるようになると、だんだんハチの気持ちが分かってきて、その習性に応じた仕事がこちらができるようになるので、そういう点ではすごく正直な生き物で。岡山県を拠点にハチ取りを生業として生活をしている厚田康武さん。父親の影響で幼少期からハチ取りや狩猟、ウナギ漁など野山をフィールドに英才教育を受けてきた厚田さん。中でも蜂の体にリボンをくくりつけて飛ばし、山の中にあるオオスズメバチの巣の在りかを探し出す伝統技法、蜂追いを最も得意としている。山里の伝統文化の一つなんですけど、僕は幼少期からそれをやってきたことによって、蜂に対する動体視力というか蜂視力っていう言い方を僕はするんですけど、すごく鋭敏な敏感な感覚がついているので、現場において蜂の巣がありますってお客さんに教えてもらった時に、他に巣があった場合も気づきやすい、それぐらいの対スズメバチの能力がやっぱり幼少期4歳ぐらいからずっとしていることなので磨かれてきて役立っているっていうのと、巣がどこにあるかわからないっていう場合は蜂の体にリボンを結ぶことで巣を突き止めることができるので、実際駆除現場ではちょこちょこ役立ってますね。今回は蜂に関する困りごとを解決するために奔走する厚田さんに密着。長年の経験に裏打ちされた蜂取り名人の技術に迫る。この日厚田さんがやってきたのはある市役所の敷地内。蜂の攻撃性が高くなり死傷事故が増える8月9月に殺到する蜂の巣駆除の仕事だ。市役所の職員の方がちょうど通りかかったところ刺されてしまったっていうご相談がありまして、ちょうどこの通路になるんですけど、通路の横にある庭木の中に小型スズメバチっていう種類の蜂が巣を作っているので、それを今日撤去に来ました。小型スズメバチは庭木や生垣の茂みに巣を作る習性を持つ蜂。人間が巣の存在に気づかずに近づいて刺される事例が多いという。防護服を着て早速作業開始。伝統技法の蜂追いがベースにある厚田さんは、煙幕や薬剤を一切使わない生け捕りを身上にしている。綿を巣の穴に詰めて枝との接着面を切り離して巣を回収する。わずか5分で駆除作業が終了した。取った巣を崩すと中から無数の蜂が出てきた。生け捕りでは無駄に蜂を外に出さずに迅速に駆除することが大切だという。そのオオスズメバチ、特にスズメバチが好きで好きでしょうがなく研究もしてたような人間なので、ただただ巣を取って殺してそのまま処分してしまうのは忍びないので、漢方薬の原料の会社に自分から売り込みをして買い取っていただいたり、あとは研究施設に送ったり、生け捕りにすることでそのただ取って終わりじゃなく有効に生きた形で、生かせるっていう点が生け捕りならではの手法なので。次の現場も小型スズメバチの駆除依頼。巣の穴に綿を詰めてこちらも迅速に回収していく。厚田さんの蜂の巣駆除でもう一つ特徴的なのが戻り蜂への対応。外から巣に戻ってきた蜂は攻撃的になり危険な存在だ。そこで登場するのが厚田さんオリジナルのトラップ。黒いものに反応する蜂の習性と蜂の毒に含まれる警報フェロモンを利用したもので、戻り蜂が攻撃して粘着シートにくっつく仕組みだ。設置したトラップは後日経過チェックをする。
残った蜂も徹底的に駆除をするのが厚田さんのこだわりなのだ。あと巣を取り除いてもどん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 外から帰ってきた蜂がやっぱり攻撃性が高いので、そのままにしておくとその家の方だったり施設の方を刺してしまうっていう二次被害が非常に多いので、より確実に蜂を取りこぼしなく回収できるっていうのは、蜂の駆除業においては巣を取ること以上にその蜂の巣の周りにいた、もしくは狩りに出ていた蜂を回収するっていうことがすごく大事なので、そういった点では粘着シートは非常に有効かなと思って使っています。次の依頼で訪れたのはこちらの建物。軒下に巣を作っていたのがキイロスズメバチだ。攻撃性が高く都市部に適応しているため被害例が多くなってきているという。ここでもまず巣の穴に綿を詰めるが、キイロスズメバチは巣の外に門番が多くいるためすぐに囲まれて攻撃の的になる。しかし厚田さんは冷静沈着、淡々と作業を進める。巣と壁の接合部分を剥がし袋に落として回収する。最後はトラップを設置して残った蜂を捕獲していく。キイロスズメバチの場合は特に戻りバチの対策が大切だという。ただ戻りバチの数自体がおそらく200匹以上はこのクラスだといるので、ちょっと今日明日はトラップを置いておいてまた後日回収に伺うような段取りですね。続いての現場はログハウス。屋根裏につながる小さな穴に出入りしていたのは世界最大のスズメバチ、オオスズメバチだ。このログハウスの屋根裏にミツバチが巣を作っていて、そのミツバチが高温のために巣が落ちてしまって逃げ出したところをオオスズメバチって大型の蜂が襲いに来ていっぱい集まって出入りしていると。なのでここにオオスズメバチの巣があるわけではないので、ここで蜂の体に白いこよりをつけて飛ばして追いかけて巣を探したところ、ここから100メーターほど向こうの池の土手に巣があるのを突き止めたので今日撤去に来たという次第です。厚田さんが蜂追いによって突き止めた巣の場所は近くにあった池の土手。この草木が生い茂る中にログハウスを襲うオオスズメバチが行き来しているという。防護服を着て巣を発見した場所に向かう。到着したのは一見何の変哲もない場所。オオスズメバチは木の穴や土の中に巣を作るため気づかず近づいてしまい刺される事故が多いのだ。この地面の下に巣を作っているという。早速作業開始。まずは素早く巣の穴を綿で塞いで作業しやすいように周囲の枝を切っていく。するとすぐさま外にいた働き蜂が攻撃態勢に入った。それでも一切慌てることなく厚田さんが取り出したのは手製のボトル。綿を外し巣の穴にねじ込んだ。地面に振動を与えて巣の中にいる働き蜂をおびき出していく。ここが音が響いとるからこの辺にある。ボトルが働き蜂でいっぱいになったら次にクワで地面を掘り起こしていく。石バーじゃなこれ。丁寧に掘り進めていくと土の中から綺麗なオオスズメバチの巣が現れた。最後は残った蜂をバドミントンのラケットで叩き落としていく。わずか15分で作業が終了した。石が結構多いところだったので蜂自体は本来もっともっと大きくなれたはずなんですけど、割と形も潰れてしまってあまり大きくなれなかったかなっていう巣なんですけど、ご依頼のあった家のお客さんからしたら
あのミツバチを襲っていたスズメバチがこれで来なくなるんで、とても安心していただけることは分かっているので、まあ良かったなと、はい。伝統技法ハチ追いで培った経験をもとに、日々スズメバチと真剣に向き合っている敦田さん。常に冷静で迅速、無駄のない動きで生け捕る技術がハチ捕り名人たるゆえんなのだ。もともと僕が得意なハチ捕りを生かした生業なので、一生続けていく仕事ではあるので、蜂の巣ができて困った人にとってのヒーローといいますか、パッと来てくれていい仕事をしてくれるっていう、こういう蜂取りの業者もいるんだよってことをもっと知っていただいて、で僕ら家族もそのおかげで食べていけたら嬉しいなと思いますね。